和日本再建の大動脈であるはずの交通機関は、最近まさに恐ろしいほどの混雑ぶり。国民大衆にとって食料不足とともに最大の悩みの一つです。機関車、石炭車、こんな危ないところにでも乗らなければ親の死に目にも会えず、足りない食料も補給できない始末です。これが毎日の通勤電車となると、勤め人にとって一日中で最も激しい労働です。押す、蹴る、突き飛ばす、こんなことは朝飯前。やっと乗り込んでも、壊れたドアからは遠慮なく寒風が吹き込む。満足なつり革も網棚もなく、こんな状態が戦後半年にもなるのに少しも改善されません。それなのに今度運輸庁は鉄道運賃の大幅値上げを発表して、一般から非難合々。これに対して各方面の意見を聞いてみました。今回鉄道運賃の値上げを実施いたすことに相なりましたが、その理由は最近における物価の急激な高騰と、従事員の待遇改善のために鉄道営業費は50億円以上にも膨張し、また戦時中鉄道が全線にわたって非常な戦果を被りました。その戦災復興費に充てるためでありまして、それによって極力輸送サービスの改善向上を図り、国民各位に再び昔のような愉快な旅行を願う試みであります。このインフレなのの時ですね、総理自らがインフレを煽ってやるというのは決してないことだと思います。しかし値上げになったら我々はもうすぐその日から働けなくなって来なくなりますね。もし赤字だったら戦時旅行でその他で賄うべきで、大衆課税に等しい運賃の値上げなんて絶対に反対です。当局は我々従業員の待遇改善のため値上げが必要だと言っていますが、人件費の増大を直ちに運賃値上げによって一般消費者ことに定期乗車券の値上げは絶対反対です。